カカカカ風とロック風とロック柳井道彦です、今度の水曜日12月16日に柳井道彦最初で最後の監督作品映画ブラフマンの DVD がいよいよ発売となります、そうそうそう、この前江ノ島で行われた映画祭で、佐々木哲夫賞という賞をいただきました。予告編の、はい、ありがとうございます。そんな映画ブラフマンDVD がいよいよ発売となります。結成20周年を迎えたブラフマンを、僕がたった1台のカメラで、収めたノンフィクションムービーです、ノンフィクションムービーなんて俺言ったことないけど、これ映画会社の人が考えてくれたんでしょうね。はい、初回生産分限定の特典映像があります、これは、トシローが、トシローも最初で最後の監督作品を公開作ったということで映画柳井道彦は全部カタカナです、これが、封入されているということで、これもう見られた、これ見ましたよ、見ました。今より6キロ太ってる時ですからちょっと撮り直したいなと思ったけどはい、さあそういきますか。今日のラジオ風とロックは、はい、面白いについて話をしたいと思います。これはね、ちょっと待ってください。これ伊藤総研が作ってきた、はい、伊藤総研のこの今回フォントが違うね。いつものはいはい、教科書体的な、はいはい、和風なのじゃない、ちょっと気分を、はい、来年は和風の年ですよ。シウマさん言ってましたけど、あ、そうだ、やばいいや今年だから、ね、今年なんで、柳井さんはいつも面白いことをやられている印象ですが、どうやったら面白いことができるのでしょうか。面白い企画を考えつく方法を教えてください。面白いと面白くないの違いは何ですか。面白いって何ですか。まあこれでもね、先週の忘年会もそうだけど、はい、伊藤総研は俺分かってるんじゃないかなと思うんですよね。いや、俺が面白いを嫌いだっていうこと俺そうでしょそういうのを出してくるもんやらしいね。嫌いだじゃないんですよ。嫌いじゃなくて、面白いっていうものに対する深い憧れと手の届かなさと、そこから来るコンプレックスをずっと背負ってるっていう、まあそこですよ。面白いことを思いついたり面白いことができる人は、まあ妬ましいとまだ言わない年頃になりましたけど、羨ましいし素敵だなと思うし、すごいなと思うし、偉いと思うし。そういうのってあるんですか、柳井さんって。こう人がこうやってることとかに、あるよ。やっぱり人生とは、はい、コンプレックスが麻痺していくことの繰り返しじゃないですか。おだって小学校の時はプロ野球選手に対してコンプレックスを持っていて、はいはい、それをある程度引きずって、それがだいぶ消えてって、で10代20代30代ミュージシャンに対してもコンプレックス持ってって、それがだんだん消えてって、あれどうやって薄まっていくのか分かんないけど、
ミュージシャンと知り合ったりすることも薄まった原因の一つなのかもしれないし、諦めてくってこともあるのかもしれないし、うんうんうん、まあだいぶ抜けてきました、面白いに対する、うん、恐怖コンプレックス、まあ、デザインとかもそうだよね。だからいろいろ、うん、あの面倒くさい感情は抱いてはいるんでしょうね、うんうん、ギャグとか一個も思いつかないもんそういうことでもないんですけどね。ポロピロパロポレーンみたいな、そんな何も出ないもん自分の中で出てきました今。いや出てないよ、これ出てない出てない。インタレスティングはちょっとは感じることはありますよ、あの趣を感じて興味深いみたいな、面白い、意図おかしみたいなの、うんうんうん、自分はだからそこをあのどうしたかっていうと楽しいにスライドさせましたね、うん、楽しいものはなんか作れる、それは、うん、だって自分が楽しければいい、うんうん、いいわけだから、うんうんうん、って考えるとなぜ面白いものが苦手かというと、うん、やっぱ面白いってこと、まあ、自分が面白いって思う気持ちがすごく少ないんでしょうね。あ、面白さを楽しめないっつうとちょっと楽しいとこんがらがっちゃうけど、うんうん、こういうのって面白い、こういうのって面白いって、うんうん、自分の実感として分かんないんじゃないかな。こういうのって楽しい、こういうのって楽しいは分かる、すごく。はあ、なんかちょっと僕今興味深い、インタレスティングです。興味深いです、うん、あ、面白い。だって自分が楽しければ楽しいもんって言って、で面白いもの作ってる人はいや自分が面白ければ面白いんだよって言うかもしれないけど、その自分が面白ければが分からないんで、ね、うん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 、うん、だからお笑いとか見てても本当の面白さまではたどり着けてないのかもしれないですね。笑ってても俺見て面白さの、だからいわゆる面白さのセンスがないんだね。そうですか、うん、楽しさのセンスはあると思います。ああ、いや面白いよ、みんな怖がって暮らしてんじゃないかな、俺だけじゃないと思いますけどね、うん、なんかさ仕事で美術館で撮影とかがあったりとかして、はい、例えばうちの会社の、社員とかでもいいし、まあ誰でもいいや、絵を見るでしょ、はい、よくみんな言うのは絵の見方がわからない。あー、言いますね、うん、絵の良さがわからないんじゃない、見方がわからない、うん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 、でどこがいいって思えばいいのかわからない、うん、それは絵を見る、まあ、技術でもあるんだけど楽しさでもあるんだけど、うん、それをやっぱどっかで諦めたというかね、うんうん、放棄を したんだと思うんですよね、うんうんうん、私には分からないで、分からないってことでその 絵とのこう距離を、そういう形の関係を作ったんだと思うんだけど、うんうん、でいやいや絵って例えばこれってこうでしょ、こうだからこう思ったらこうじゃないって、これ、うん、こうやって光がこっちから来たらここにこう影ができる、影って黒じゃなくて、うん、いろんな光の中のいろんな色がこう入ってるから、例えばオレンジ色の、みかんの影は真っ黒じゃなくて、うん、もしかしたらちょっと紫かもよみたいな、青が入ってるかも、そしたらここにちょっとこの絵の具のとこちょっと見てみたら、あ、入ってるとかね、うんうん、なんか結局まあ、そこは知識だったり技術だったりもするんだけど、うんうん、そういう楽しみ方をなんか覚えずに、はい、うん、まあ、美術っていうのはなんか特別な人たちのセンスのいるものだからとか、うん、まあ、写真もそうだからって、ね、なってきてる後遺症というか、うん、なんだななんて思う時があって、うん、多分自分も面白いっていうものに対する、うん、基準だったり見解だったりってのを形にしないで暮らしてきたんだななんては思いますよ、うん、ちょっと話ずれるけど本当にね、美術って、はい、俺はもう みんな才能あると思ってて、うん、だけど美術に関してって誰かにある時何かを言われたことで、うん、もうそこでストップしてしまう類のものなんですよ、うん、だすごく難しいんですよ、うん、だから子供を育ててる親御さんたちも要注意なんだけど、うん、お前下手だねっていう風に息子が描いた絵を一回言ったらもう終わりなんですよ、うん、そっから誰に褒められてももう自分は絵に関しては下手だと、うんうん、結局35点とか88点とかってちゃんと出るものじゃないから、はい、
誰かに言われた時点でもうその美術っていうものからあの去っていく人たちが山ほどいる。それは小学校の時とかが大きいんじゃないかなと思って、うまいねうまいねいいね面白いねこの絵っていう風に全員に言ってたらもうもっとすごいアーティストが俺生まれると思うんですよね。でもたった一回誰かが言ったらダメなのもう絵って、あの人には下手だって言われたけど自分ではそんなこと思わない、みたいに思えない場合が多くて、あとは誰々に下手って言われちゃったって言っていやそんなことないよそんなことないよっていくら言ってもそこは消えないんです。だからナウマンも子供たちに言っちゃダメなんです。どんなに下手でどんなにつまらない、どんなに味気ない絵を描いてても、いいじゃんっていう、もう絵に関してもそれを言わないとダメですね。歌よりもそうだと思う。歌はもうやっぱさ正解があるじゃない、音程が外れてるとか、はいはい、声が出てないとか、絵はそんなことないんですよね。誰が決めることでもないし、きっと面白いはまたちょっと違うんですよね。あの最大公約数っていうか、割と何人かの間の共感、でもたった2人だけが面白いと思ってることっていうのもあるもんね。でもね、どうやって柳井さん例えばその、まあ、仕事で、はい、まあ、仕事って面白いだけじゃないと思いますけど、まあ、そういう基準もあるじゃないですか、なんかその時にこう面白い面白くないみたいなものって判断もあるでしょ、それって人のなんですか、共感なんですかね。そうでしょうね。いろいろまあほとんど自分は楽しいっていうことを面白いっていう言葉に勝手に捏造して変えて判断をしているなって今、伊藤宗家の話聞いて思ったけど、まあなんかいろいろ基準はあると思いますよ。誰もやったことのないことだから面白いとか、みんなの生活の中にあるちょっとしたそのあるある話で、これもでも明文化はされてなかった、光を当たってなかったから面白いとか、そういう理屈の面白いは何かしらあると思うんですよね。なんか本当の面白いってなんかもっとねなんか違うんでしょうね。ここはやっぱある程度説明ができないと通らないから、通らないし業界の人たちもみんな不安になるから、なかなか難しいんですけど、昔作った CM で馬そきやすり、焼きそばがひっくり返るうまさだぜって馬そきって焼きそばを逆読みしてる、でスリーって馬そきやっていうのと馬そきや2と馬そきやスリーがあって、馬そきやスリーの CM を、竹内哲郎くんっていう天才監督と作った時に、バソキア3とかつってアイドルみたいな女の子たちがこう CM の撮影をしてる風景なんですよ。で後ろの方にいる代理店の営業みたいな人が、つってなんかあの後ろの方の席にいるとお菓子が置いてあったりね雑誌が置いてあったりするんですよなんか大人のうまい店みたいな雑誌だったりとか、そういうのこう見たりしてるような場所にいるんだけど、なんかメガネが置いてあって、でなんだこのメガネとかって、そのメガネかけるのね、でかけて撮影してる女の子3人組を見ると、そのメガネで見ると骸骨になってるわけ3人とも、えなんだこれみたいな感じで、でメガネを外したりかけたり外したりかけたりして、外すと女の子かけると骸骨みたいな、で結局それって俺は面白いなってその時思ってやったんだけど、見る人はなぜ骸骨なんですかっていうわけなぜ骸骨になってんですか、ああ分かった、バソキア3にはカルシウムが多く含まれてるんですか、だから理由が欲しいわけですよ、でも僕ちょっとだから自分にとっての面白いっていうのの基準が一個だけ確かにあるんだけど、分からないっていうこととか、そのなぜ
うん、もうなぜの答えみんな欲しがるし納得できないと、うん、もやもやして我慢できない世代だと思うんですよ、はい、今、はいはい、そこに答えがないものを、うん、世に放つっていうのは、うん、すごく面白いっていうふうには思いますね、うんうん、そういう意味ではみんながわからないものをその面白さすらわからないものが面白いっていうふうには、うん、自分で思ってるかも説明できないとか、うん、それは本当に説明できないのか、うん、柳井さんの中で、はい、説明できるんだけどしないのか、いや説明できないものを見つけた時ですね、あ、うん、だから関係のないものを見つけた時大体関係はしちゃうから、うんうんうん、何やってても、うん、で伏線になっちゃったりそれが回収されたりこう何かなんか大きくうなずいてますけど、うんうんうん、そうなっちゃうんだけど関係ないものを探すってすごく面白いですよ。関係あるものだらけだから、うん、それによって見た人が関係ってなんだろうっていうね、うん、僕分からないっていうことも立派な関係ですと一つ誠実な関係だっていうことを言ったことあって、うん、でその編集スパルタ塾っていうところにね下北沢っていうところにあってやってるのなんだけど、はい、一回行った時に分からないっていう国会前でもやったらいいんじゃないかっていうのを言ってた人がいて、うんうん、そのチャーミングにいい音ないよっていうね、うんうんうん、戦争わからないわからない、うんうんうん、反対とか賛成じゃなくてわ、うんうん、からないってすごい面白いですよね。それはそこに多分人類の可能性があるっていうか、うん、明らかになってない未知の世界がそこに広がっていることの印っていうかね、うんうん、俺それは面白いと思います、うん、でもそんなわからないものってなかなか見つからなくて、わからないものが成り立つことも難しいです。難しいですよね。で、うん、でそれを通すことも難しいです、うんうん、この前打ち合わせをしてて、はい、打ち合わせに人が来てて、うん、で僕 NHK の収録があったんで、うん、じゃあ先に出るわっつって、うん、で NHK の楽屋でメイクしてて、うん、楽屋の玄関っていうかまあすごい小さなドアの入り口のとこ、はい、もうメイク終わってよし今日も頑張ろうと思って見たらなんか靴がなんか白い靴あったのにちょっと汚い靴だったのね、はい、あこれメイクの人の靴かなっつってで意外とでかいなこれ女物の靴じゃねえなみたいな思って、うん、ところで俺の靴どこにあるのかなと思ったら、はい、なくてちょっと待てと思ってもしかしてそいつの靴を俺が履いてきたんそんなことありますそれで、うん、その靴で車も運転して NHK の西口玄関から楽屋まで歩いて、はい、普通にかかとをちゃんとねこっちの、はい、揃えて、はい、脱いでいたんだよね。それは笑いましたね俺。こんなこと面白いことしたことないと思って。それはでもわからないですね。わからないでしょ。でその靴履いてかれちゃったやつはすげえ困って、はいはい、俺がなんかそれこそ面白がって隠したって思ったらしくて、ああ、うん、なるほど。で社員たちが一生懸命探したみたいね、うん、だからそういう思いがけないこと、人生って思いがけないことが起きるっていうだけじゃなくて、思いがけないことを自分がしてしまうっていうのは、うん、すごく自分で自分に面白さを感じましたね、うん、でもそれ狙ってたら面白さじゃないから、はい、なんていうのかな、再現はできないんだけどね、うん、次からわざと人の靴履いて出かけたらそれは違うじゃないですか全然、うんうん、そう伊藤壮紀は面白いっていうのは何だと思ってるの？これ聞きたいなと思ったのは、うんうん、ついついこうスタッフとかとやってて、うん、これ面白くないねとか言っちゃうんですよ、うん、ついつい言っちゃうんですよ、うん、だから面白いね面白くないねって言っちゃう自分が、うん、なんかこれなんだと思ってて、はい、うん、面白い面白くないに割と似た会議の言葉で、はい、強い弱いっていうのがあるね。ありますね、はい、強いのはこの企画みたいな、うん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 、これでもちょっと弱いかなみたいな、うんうん、でそれを昔すげえ面白がって、うん、僕の大好きな木村徹さんっていうね、はい、白音の先輩の未熟のライフとかも一緒にやってた、はい、それこそバソキアも一緒にやってた人なんだけど、はい、
木村さんに、木村さんがね、なんかあの撮影で使った着ぐるみを着てたんね、熊の着ぐるみ着てたんですか、うん、着て、はい、これあの、あ、脱いで、うん、脱いでて、はい、その時にどうかな、やないとみたいな感じでいたから、弱いって言ったんでそしたらその企画じゃなくてこう自分のこうあり方に対して弱いって言われるので、はい、ものすごいショックだって言われて言ったわけだからなんか そういうのであんま普段使わないよね、うんうん、例えば伊藤総研が新しいセーター着てきた姿みたいな、はい、なんか弱いなんですか、嫌ですね、なんか弱い、嫌でしょ、嫌ですね、うん、だからジャッジする側って、うん、まあそれはクールでね、うん、客観的でなきゃいけないんだけど、うん、ひどいこと言ってるよね。そうですね、面白くないとか弱いとか、うん、楽しくないとかつまらないとか、うん、言われる方はたまったもんじゃないですよね、うんうん、でも言わないと進まない仕事だよね、うんうん、まあ理由は言うんですけど、うん、でもなんか頭の中でそういう区分けをしちゃうじゃないですか、うん、面白い面白くないとか、そう。でもあの正しい間違ってるとかね、うんうん、それよりはなんかまだ楽しい基準だよね。ああそうですね、うん、うんうん、あとはやっぱ仕事するっていうのは、伊藤総研と仕事するっていうのは伊藤総研の面白い面白くないに付き合うことだから、うんうん、それはいいんじゃないですかね悩みそうだみたいな、面白くないですよ、いいんですかね、うん、付き合うっていうこと、はい、うん、不一致だよね、不一致だよね、基本的には誰でも、うん、性格の不一致をどうまとめていくかっていうことだけですよね、うん、ぴったり一致なんてないですからね、うん、そうなの、ぴったり一致ゲームも嫌いなんですよ例えばなんか友達ん家に行って、うん、こう CD とかあったりして、うん、あの知り合ったばっかりの友達、はい、まあ、彼女でも何でもいいですけど、はい、あ、この CD 俺も持ってるみたいなあれもしかしてあの曲あれマジあれみたいにずっとやっててで何回かそうやってカード出し合ってると知らないっていうのが出てくるんだ知らないとかもしかしたらそんな好きじゃなかったみたいな、うんうん、それが出てくるのが怖くなるんだよね、だんだん、うんうんうん、こうやってあのピンポンの綺麗なラリーが続くと、はいはい、もうそれをさあの絶やさない、うん、あのエラーをしないためになんか好きじゃないものもあ分かるみたいになっててああいうの良くないですよね、うん、うん、まあ自分の好きなアーティストとか、はいはい、であんまりみんなは知らない人と、はい、そういう人の、ライブとかに、うんうん、まあ、20代の頃とか、付き合ってる人とかなるべく早く連れてくんですよ、はい、うん、そうするとまあ終わった後契約になるじゃないですか不一致そう不一致でもそういう不一致は早めに慣れといた方がいいっていうか、ね、うんうん、だから自分がいいと思ってるものをその大事な人たちにもねいいって思ってほしいっていうそれは願いはあるけど、うん、こんなに自分が好きなものを何ですかこれっていう人がいるんだっていうのは、うんうん、あの前提として生きていくことは楽しいですよね、うんうん、なんかそんな風に感じる、12月です。
風とロック、柳井道彦でした。違うところを尊敬し合いたい、僕と君の同じところを大切にしていたい、ルルルル。